地方6団体の代表と内閣総理大臣との会談地方6団体とは、地方公共団体の主張の連合組織である全国、知事会、全国市長会、全国町村会の執行3団体と、地方議会の議長の連合組織である全国、都道府県議会議長会、全国市議会議長会、全国町村議会議長会の議会3団体を合わせた6つの団体の総称。 法的には、地方自治法第263条の3に、これら首長や議長が全国的な連合組織を作った場合、内閣総理大臣に届出を行うことや、地方自治に関する事項について、総務大臣を通じて内閣に申し出を行ったり、国会に意見書を提出したりすることができると、定められている。百六十三年からは六団体の連合組織として、 地方政治確立対策協議会を設置している。2003年から政府が進めた3位一体の改革に当たっては地方自治法の申し出や意見書の規定を活用して地方自治の立場から団結して積極的に改革案を提出するなど独自の姿勢を打ち出した。政策形成に影響力を拡大してきたが最近は財政力の違いなどから意見の相違が表面化。 している。三位一体改革の際には、地方六団体の代表と政府側の代表が国庫補助負担金改革のあり方をめぐって話し合いを行う国と地方の協議の場が延べ14回開催された。これは地方六団体の代表と政府側の代表が協議を行い、政策形成を行うテストケースとなったが、形式的な議論にとどまり、必ずしも 実質的な協議ではなかった。この反省から地方6団体は国と地方の協議の場を法制化する地方行財政会議の設置を再三政府に求めているが未だ実現はしていない。ありがとうございます。